皆さんこんにちは、ベゾでございます。ケンシンさんの革新ですね、77回目ですね、やっていきたいと思います。で、いつものようにまあ月賞なので、まあ歩兵と調達は済ませましたんで、であとはね、ちょっともうこっちからは兵器隊のみ出しましょう。で、月末にね、攻めればなんとかなるんじゃないかなあいう。おお、行き過ぎた。行け。構図が 3本しかないんでね。前進。さあ、これで、進めていきましょう。で、岡崎城にいたちょっと浪人2人には今声もかけてますので、内政学者、学者はまあいらんちゃいやん。強さにぴったりの人がいなくてね。であとは宇都宮で勝山さんか。輸送、まだ大丈夫ね。承知。で、武田さんとも切れるからここは、5万半分やね。
しょ。よいしょ。はい。承知しました。で、マックね、月末にタイミング合うようにいければ。任せあれ。あー、どうやろうな。でも、お任せください。承知いたしました。10日以内に落ちそうな気もせんでもないけどね。承知。あ、しまったな、これ効果がなかったんか。前進。前進。進め。まああっさり終わっちゃいましたけどね。うん、ちょっと急いで立てちゃいましょう。回復してなかった。で、技術があとね、
半月ほどなんで、あれ岡部さんも浪人か。岡部さん今どこにいる。あ、岡崎か。兵力集めて、信長さん攻めに行くのも一つの手ですよね。で、こっから。感じかな。
よし。さあ次の技術。お、浅井さんか。謙信さんと結婚すれば、ああでもな。ガモさんなんね今日ね、取るとしたら。でもね、これせんでも。浅井さんはもう、技術、あれ？技術がない。あ、これだ。うん、電子機銃入れたばっかりやしね。美味しいあれがないね。うん、もうちょっと早く来てくれてればね、電子機銃じゃなくて火薬改良にしといてっていう部分はあったんですけど、だって技術持ってるからね、全部。これはでも、なしでしょう。まあ、謙信さんと結婚させて子供を産ませるっていうのもね、あるんですけど。特産品になると全然ダメでしょう。拒否ります。はい、でも実はね、騎馬がね、圧倒的に、うん、あ、でも、クマ6万まで持ってきたか。Thank you.
ああ、酒井さんでもええか。すげえ。承知しました。かしこまりました。はい、ということで、韓国は多分いいやな。では、今回はこの辺で終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは、さよなら。